同じようにメダルの可能性っていうのはまだまだチャンスありますよ。試合前5時間ぐらいの時にビフテキを3分の2ぐらい食べました。美しい曲クリスタルファンタジーに乗って4分のプログラムを滑ります。ダブルアクセルですね。この2回転半はいいですね。もう一つ、そしてトリプルサルコー、もう一度いいですね。このまま行ってほしいですね。素晴らしい出来ですよ。このまま行けば去年の再現も夢ではありません。30秒ですね。渡辺、もう自分の持ってる力を全部出しましたね。いや、このフリーは僕は彼女のフリー今まで見てましてね、はい、これほど完璧に滑ったのは初めてですね。そうですね。昨年 の世界選手権もね、大変いい出来だったですけどね、はい、やっぱり後半ちょっとね、ありましたけどね、今年の方がずっといい、素晴らしいですね。これだけ滑ってね、もしメタルに手が届かなかったら彼女としてもねこれはもうしょうがないと思いますね。まあ
晴らしいフリーだったですね。さあこれだけの演技に対して果たしてどのくらいの点を審判団は出してくれますか。いや高い評価されて当然だと思いますけどね、まあ、問題だったトリプルもパーフェクトでしたもんね、点が出るのがちょっと待ち遠しい感じになっています。昨年は世界選手権見事第3位、女子としては初めてのメダルを獲得しました。5.7 テクニカルメリット 5.7 5.6 5.6 本人は今日の試合前には指摘が起こらない限り去年と同じのは無理でしょうね、やっぱり3位になるのは難しいでしょうねって言ってたんですがね、この点はちょっと抑えられてるっていう感じもしますね、そんな感じしますね。しかし彼女の演技としては本当に最高でした。素晴らしいです、やっぱ上がりましたね、アーティスティックの面で上がりましたね。 5.7、5.6 も2つありますが8を出た人もいます。2人います。 5.7 これだとまだチャンスありますよ。ありますね、はい、この後次第ですね。そうですね、この後まだ上位の選手が登場してまいりますが、彼女としては本当にもう精一杯素晴らしい 100% の演技を見せてくれました。5.8 5.7 5.6